14日の箱館 1R、2歳未勝利、芝1200メートル、は、3勝手前で先頭に立った一番人気ドゥアムール、メスイコール中竹、父ロードカナロア、が危なげなく押し切って、通算3戦目で初勝利を挙げた。起乗した竹豊は、スタートは相変わらず遅いですが、内ちらちにつけることができて、うちに刺さる表をカバーできました。 能力はあります、と笑顔。レース後の口取りには17、18日に函館市内の湯本卓牧邸で行われる第65期王位戦七番勝負第2局で藤井聡太王位に挑戦する将棋の渡辺明九段が登場。竹とよら関係者と仲良く撮影に収まった。